うさらぺこらと、犬神コーデの中、意外通信パフパフカンピコカンピコカンピコこのライブ3期生のうさらぺこらぺこホこのライブゲーマーズ所属、犬神コーデだよ指指指指指指 というわけで始まりましたうさだぺこらと犬神コロネの異界通信うん。まずは初めましての人もいるかもしれないので、自己紹介をさせてほしいぺこペぺこぺこじゃあまずはぺこらから自己紹介ね。はいぺこラらは VTuber 事務所ホロライブプロダクションに所属するバーチャル YouTuber ぺこ、うん、まあ普段はゲーム配信だったり雑談配信とか、うんうん、ま、歌も時々やったりして、ね、ま、アイドル活動も頑張ってます,、うん、すね。<laughs> 皆さん、なんで笑うてたの 続けて続けて、ね。ぜひね、配信に見に来ていただけたらなと思う。ぺこ、うん、ちゃん、コロさん。はい。今年コーもぺこらと同じホロライブ所属、<laughs> なんだよ。<laughs> <laughs> なんだ怖いぺこらと同じホロライブ所属のバンド YouTuber です、うん。はい。ホロライブの中でもホロライブゲーマーズっていうグループに所属していて、ーーそう。普段は結構ゲーム配信がメインで、うん、あの、やっております。 そんな二人でね、今回から二回にわたって、メガトン級ムサシクロスの中で楽しめちゃう、この異界中心という番組を担当していきまーす。お願いしまーすイェーイそうなんだよね、ペコーラたち今ゲームの中出てるペコなんだよね、そうゲームの中で番組が聞けるなんてすごいよね。え、思うペコだみんな聞いて、ねいね、え、え、やっほー <laughs> メガトーン級武蔵はね今ペコーナたちが出ているゲームだけじゃなくアニメもやっていて盛り上がってるペコなんだけどコロさんはさコラボするって決まった時どんな感じペコだったいやまさか恐れ多いなっていう気持ちがまず第一で武蔵の印象はなんかあの 個人的にだけど、見る前と後で結構印象が変わる作品で、かなんだだか見る前はちょっとあの子供向けみたいな印象だったけど、見るとね、大人向けやんみたいな感じでね、えー、すごいなんか、結構すごかった。 あ、すごい、そうか、ん、結あ、そうなだえ、ペコーラは、ペコーラは。え、ペコーラは最初このお話をいただいたときに、うん。なんかもう、いきなりもう、ロボットのアニメ。なかなかペコーラってロボットアニメをあんま見てなかったりとか、うんうん、もゲームとかもロボット系のやつってあんまやったことなかったペコだから、うん,う,んうん。大人賞はかっけえ。これを、ペコーラ、ロボットを動かせたりするんかっていう。<あ>ね、<laughs> もう、まずそこからペコで <laughs> ーそう、それでペコーラもなんかあの、うん、まあ、あの、ヤマト あ、これあれだね。当てりこの話にもなっちゃうけど、いいペコかないいかな、まあ、今回この二人で番組やらせてもらってるペコだけど、うん、その前に、あの、ペコーラとコロさんだとスバール先輩とマリーリンと、うん、ねア、アニメにね、アてレこしたんだよね。やったペコだけど、うん、や、ペコーラは、 あの、すごく、最初、ちょっとあの、ま、あてれっこね、ま、この前も、ちょっと配信で、ちょっと、スーパーの時に言っちゃったべこなんだけど、うん。あの、ちょっと苦手、ちょっと苦手でべこでね、ちょっとね。うあの、苦手べこなんだけど。うん、え、でも頑張ってたよね。ほんとえ、すごかったよ。え、なんか、身振り手振りがすごかったね。え、身振り手振りって言わないで。いや、べこ割的には、すごく、大丈夫かな、とか。緊張もすごかったべこだけど、コロさんと、 だから、頑張れたっていうところもあったりして。そ,ね、それはそう。え、でもなんか本当に、マリンとスバル先輩の聞きながらやったべこじゃないですか。うん,うんうん。あの二人上手くねってういう。うまい。いや、あの二人の声があったから、なんか、ちょっと、できたところはある。わ、うん、かるべこ。ね、え、コロさんどうだったいや、最初さ、うん、やっぱ、声が出ないし、うん、声は震えるし、うん、でもね、ペゴラが隣にいたから。え<っ> <laughs> 本当に Yeah oh. うん、やっぱ完成できたんじゃないかなって思うよ。でもちょこちょこペコーラがなんとか達成ってる <laughs> って笑ってるっらんなんかそのさ <laughs> この笑いがあったからこそ<ー>ちょっとなんかこうなんでできたみたいな感じかな。よかったペコーラだよ、はい。よかったよかった。ねまだねペコーラたちがアテレっした動画を見てない人はぜひね、うん、メガホンキームサシクロスの公式サイトからチェックしてみてほしいと思う、はい、ペコー,ペコーというわけで早速ですが最初のコーナーをやっちゃいましょうやっちゃうペコー 最初のコーナーはこちらムさサートーこのコーナーでペコールたちがムサシの魅力を語っていきたいと思うぺコーはい今回はテレビアニメメガトンキムサシシーズン2先行上映会に参加したコロさんに感想を聞きたいと思います、うん、はい先行上映会どうペコだったいやなんかね、うんうん、こう会場の一体感がすごくって、そうぺコなんだ。そうなんかねもう 劇場がコックピットみたいな。え、なすごい、ね。本当にね、なんかね、みんな、本当にもう武蔵大好きっていう気持ちが、もう座ってるだけで感じ取れる。本当にすごかった。いいね、なんかコック、なん全体で、なんかそういう、なんか気持ちが一緒っていう感じの熱いな。でね、やっぱりこう、音もすごいから、こう、やっぱ心臓に響きましたね。ストーリーとかってどんな感じぺこだったのストーリーは、なんかこう、王道な、 こう、あ、来るよねみたいなところもあり、あそれもあるからすごいなんか期待通りに進んでくれるとこもあるんだけど、やっぱのどっかしらで意外性も出てきて、え,<っ>え、嘘こうなっちゃうのみたいな。<laughs> えー、何ちょ、気になるとこなそれそう。見てないんですか <laughs> 見てない。はい、じゃあ見てくださいね。<笑><笑> <laughs> すごい、だからね、ほんと見てない人はもったいないと思うんで、鬼の、えー、だそれはあ。隣で見てたい。この反応。あ、なるほどな。そう、だからね、見てください。 お願いします。あとね、あの、ウゴっていうキャラクターがいるじゃん。あの、スバルちゃんがテレビ出した。ちてたそう、母ちゃんって言ったんだけど、あの、こんな見た目してるのに、あの、母ちゃん大好きなのね。いいそういうのいい母ちゃん好きで、でもその母ちゃんとの間にもやっぱ色々あるわけよ。はい。何その親子でなんか、あの 母ちゃん、母ちゃんなんだけど、母ちゃんなんだけど、母ちゃんじゃないのよ。でも母ちゃんなの。母ちゃんだけど、母ちゃんじゃないの。母ちゃん母ちゃんなんだよ。いや、これ本当にちょっと見てほしい。これ、ちょっと、え、みんな、におすすめポイントですから、この龍悟の、あの、母ちゃん好きエピソードは、本当におすすめなところですので。え、なんか、うるうるとかしちゃういや、すると思うよ。え、ちょっと、それは気になる。コーネがな、ちょっと泣いたから、 泣いちゃった、うん、ペコちゃんもね、泣いちゃうと思います。うわ、いいね、はい。ペコアラもなんか行きたかったのあすいませんでしたね。<laughs> す,いた <laughs> すいません、でしたあれ、ペ、はい、コだな。いいな、ペコアラもなんかじゃ次なんかあればぜひ、ね。<laughs> あ、そうだね。一緒に行こうね。お願いします。はい。というわけで、今回は武蔵のストーリーについて、いろいろとお話ししてきたペコ。はい。ムサのストーリーはすっごく面白いので、ゲームを遊んでくれているみんなも、続きを楽しんでくださいね。 それじゃあ次のコーナーに行ってみたいぴこうというわけで続いてのコーナーはこちら記憶転写しちゃうぞーしちゃうぞということでこのコーナーでは、うん、メガトン級武蔵の世界観をもとに作られたお題に関して こーデたちがね、トークをしていきます。はい。で武蔵の設定も紹介しながらトークしていきますので、うん、武蔵初心者のみんなに、設定を記憶転写していきますよ。ピクピク。はい。なんかいろんなお題が入ってるみたいなの聞こえるけど、<う>聞こえる聞こえる。聞いてみたいと思います。早く。早く早く,早く。<laughs> <laughs>

もう言いて、ってこと、うん、そ,うそうそうそう。戦わないってことで、ク、クロさん自分し視戦うべきなの戦わないよ <laughs> <laughs> 戦わない,い,わないやっぱそのね、このヤマトみたいなさ、多分、うんうん、ね、男の子たちがね、いるわけだから、女の子もそうだけど、うんうん、守ってくれるかな<ら>みたいな感じで。で、ね、多分その守ってくれ、 る人がいなかったら、うんうん、じゃあ二人で頑張ろうみたいな。二人ってこ人で頑張ろうん、そいそコロネペコラで、好きを思っていきたい。<laughs> 守れるペことかなね。ま、守れる守れる、守れる。 じゃあ、ちょっと、ペコラ、じゃコロさんのフォローも終わるから、コロさんが、ちょっと、借りてきて、なんか、でっかいロボットとか。あと、マリンとスバルも読んで。あ、読んで、じゃあ、4人でやろやるか。で、マリンに指示出してもらって。あ、確かに、戦争になったら、スバル、ペコラ、コーデで、あの、ロボット乗って。あ、いい、当てれっこいみたいな感じでね。こんな感じでね。そういう感じで、倒しますか、ペコラたちも。侵略は。大丈夫、これで。 じゃそろそろ。はい。次のお題に。はい、じゃこれきますかはい。じゃもらいました、箱。はい。次はコーディーが引きます。はい。次のお題は、こちら。えー、もしも自分がヤマトやけルと同じ立場だったら。うん、なるほど。はい。ヤマトは宇宙人のことを知らないで普通に生活してて、家族は火事で亡くなったと思っていたら、記憶を書き換えられ、宇宙人に家族をやられちまったことを突然知るべこなんだよね。そう。 で、てるくんはずっと宇宙人と戦ってて、うんうん、ヤマトと竜ュをスカウトしたんだよね。え、でもペコーラこう、なんだろう、家族がもし、うん、なんか最初は事故だと思っていたのに、結局、殺されてたとか誰かに。うん、いや、辛いよね。辛い,辛いよ辛いし、辛いし、だからその、すごいよ。ヤマトとかさ、みんなもそうだけど。うんうんうん 辛いのを押し殺しても、でもや戦ってるわけじゃん。いや、それ、すごい、ペコだよ。なんか多分、そうね、なんだろう、とんでもない気持ちだけど、なんだろう、な、コこラだったらね、もし本当に、うん、ペコだったらもう、多分、自分の時期になって、そう、なんか、あ、そうね。なんかもう、くそって気持ちもわかるし、るまあやり返したいとか、うん、なんだろう、やっつけてそんな奴らもやっつけるぞって気持ちにはなるかもしれないペコだけど、ね、結局は多分、そこまでそう、戦うぞってまでには、 ペコラ自身だったらいかなそうなぐらいなのよ。うん、そうだね。だから、からそうなんだろう、こう、友達とか周りの環境って大事なのかなって思ってて。や,やっぱね、ヤマト、テル君、テル君も多分すごい辛かったと思うんだけど、やっぱヤマトとかと出会ってさ、うん、なんかこう、動かされちゃったんじゃないかな。あ、なるほど。だから、ペコラも、コロネがいたら、うん、<laughs> 一生ひとつ、正ならずにね、戦えるかもしれないよね。 やっぱり仲間って大切仲間っていいよはいコロネさんはコロネさんはなんだよコロさんだったら誰スカウトするえそれはコロメンホロメンヘ誰でもいいと思うペコで今回のこの武蔵に関わってない人でもいいと思うしえホロメンでかうんうんでもあれじゃないあのシシロボタンとか強そう強そうではねシシロボタンさんで

発行を渡しました、うん、よいしょ。じゃーん。次のお題はこちらはい。お二人が気になるキャラはだってあ、手元にね、武蔵に出てくるキャラクターの資料が、これありますので、気になるキャラクター、一緒に見ようこれ。見よう見よう見よう。いや、あのね、気になるけど、 え,ー、えちょっとあのペコーラは気になるというかま当てりゃくしたヤマトは当然、ペコなんだけど、うん、今これを見たときに、好きだな、見た目がめちゃめちゃ好き。<laughs> 確かににペペココんんんんん似てるしなてるいいゃん <laughs> いやっちゃ 見た目がかっこいいって言ってるわけじゃなくて。でも、メカオタクって、やっぱ強いよ。ペコロさん、これ絶対このメガネをカチッってあ外しときにあ、やばいと思う、ペコだよ。わかんないけど。<laughs> かっこいいと思うよ、でも。え、ほんとにうん、期待しといていいと思うよ。え、え、なるもど。うん、な 知らないけどねえコロさんはなんかね気になる今後気になるっていうところであの地上で暮らしてるメンバーがすごいね今後どこが気になる地上がねいるんだよあっビクトさんとかすごいイケメンなのこの人がんかこう今後ねどういう地上だから荒れてる地にいるわけさねあそういうことかそうリーダーでね なんぱこう慕われてて。うんうん強、強そうでしょえ、めっちゃ強そう。な、リーダーシップめっちゃありそうな。そう、ね、感この凛々しい顔の奥には何があるのかみたいな闇持ってる系、ピョコわかる。気になるよね。これからのなんかこう、活動じゃないけど、この行動とかもすごい気になるし。ああるね、ちょっとね。ちょといろいろキャラクター多いピコだ、ね、そうね。めちゃめちゃいるよ。え、この鉄夫

いろいろいますからね、うん、キャラクターね。なんか見てるとすごいエルペック。うぺこだ。はい。うん、というわけでね、武蔵に関するお題でトークしてきました。はい。はいこれを聞いているみんなもどんどんゲームをプレイして、武蔵の世界観を堪能してほしいぺは,い,はい。それでは次のコーナーに行ってみましょう。はい。ほろむさとー このコーナーではメガトン級武蔵のキーワードをもとにペコーラたちが最近の出来事についてトークしていきます。はい。最初のテーマはこちら。どんどんどん。どんどん。最近あったメガトン級な出来事、えー。メガトン級な出来事かー。メガトン級、あ、<ん>じゃあちょっとメガトン違いだけど、うん、あのー、最近ね、クリスマスの、クリスマスの雑貨を買ったの。うん、うん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 。あのー、 サンタクロースで、うん、あの、音が鳴るやつ。あ、なんかメロディー流れる的なやつあ、そう,そうそうそう。それ買って、もう電池3個入れ、入れたら鳴るよってやつで、うんうん、もうウキウキでね、買って、なんかオルゴールだったのよ。いいオルゴールで、買ってね、電池入れてスイッチ入れたら、あの、マジでクソうるさくて。<laughs> 音が <laughs> なんかもうすごいでかいのすごい音がそんな爆音ピクだったんだそうでもう一瞬で音消して封印したんだけど <laughs> もったい音がすごいもうメガトンすぎてあなるほどな、うん、使い物にならなかったっていう話いにあでもむしろあれ使ってて電池が元気なくなれば音ちっちゃくなるってくるもんに。 すごいね。聞きに来てほしいなじゃあ聞きたいペコだ。うん、ペコーラはあるなんか。え、とある企画で、なんと1日にバンジー、うん、そしてスカイダイビングやってきた。え、そうなの <laughs> なんんんでで呼くれいよコロさやってほしい。ペコーラ初めてどっちもねバンジーもスカイダイビングどっちも体験したペコだけどぜひ楽しかったのはスカイダイビングでいや待ってコロさんマジでバンジーはやばいやばかった。なんか最初ペコーラもいけるっしょの軽い気持ちペコだったんだけど行ってみて実際立ちます。無理。 もう怖くて、でも、しかも、その、係の人も押しちゃダメぺこで、自分の意志で行かなきゃいけなくて、そ,そこまでのこの恐怖感、行くまでの恐怖感はすごいやばかったペコなんだけど、うん。飛んだら最高でした。あ、<laughs> 飛んだいってまでが、<laughs> 飛ぶまでが、本当に地獄で、でもスカイダイビングはもう強制。 後ろに人がそのインストラクターさんみたいな人もいるから、うん、今、プーンって、あ、気持ちいい。<laughs> <ー> <laughs> 気持ちいい。まあ、これが多分、テクーラーの最近の一番でかいっていうか、メガトン級ューな、ちょっと、やってみたいよ。テクさん、ぜひバンジーかスカイダイビングおすすめ。ほんとやってほしい。え、どっちが楽しみたいならスカイダイビングだけど、恐怖も欲しいならバンジー。かな<ー>一回はやってほしいべこだなって思います。 はい、わかりました。はい。やります。<laughs> <laughs> それじゃあそろそろ次のテーマに行ってみたいと思います。はい。次のテーマはこちらドドドットッン。はい。最近まで信じ込んでいたこと。なんかある信じ込んでいたこと。うん。まあ、武蔵の記憶操作っていう設定に関してのこれはテーマ。うんうんうん。になってくるのかな何か信じ込んでいたけど間違っていたこと。ええー、なんかあるかなえー、さっきもさ、クリスマスの話したけどさ、うんうん、え、サンタさん。<laughs> いるのかもしれないね、サンタさんそれちょっとなんか熱くすぎないでサンだっているよ、だってサンタさんいなぁいや、い、い、いるまだ、でもまだもういないのかな、サンタさんえ、なにそんな、なにそんちょっと本当みたいな感じにいるのよ、めでめでちょっとやさぐれてないか、ペコラ、大丈夫かいやでもペコラもちょっと知ってこんねたことか、なんかありそうなんだよ、なんかよくなんか配信とかでもうわ、そうだったんだとかって言ってたような気がしたペコだけど忘れちゃった うん、今、パッと信じ込んでいたことって思い出せないかもしれない。なんかちょっともう純粋さを知らん。と <laughs> 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 いうことでね、うさダペコラは廃れ <laughs> てるということで。<laughs> ちょっとね、ペコラもちょっとサンタクロース信じてるペコー。うわぁ。<laughs> というわけで、ムサシのキーワードをもとに、最近の出来事についてトークしてきました。はい。この番組でコーネたちを知った人もよかったら、コーネたちの普段の配信も見てくださいね。お願いしまーす。はい。というわけで、エンディングのお時間です。コロさん、今回の番組、どうピこだったコーネはね、緊張したよね。した、した。したよね。緊張したけど、やっぱピこちゃんと一緒だったし、なんか、うん、楽しかった。何 あの、よかったな、ペコちゃんと一緒で、と思って。いや、ほんとペコかい。でもペ、ペコーラはも緊張したけど、やっぱコロさんと一緒にやってるからか。なんかそんな緊張せず、あと、なんか意外とあっという間だったな、うんあ。そうだね。なんかあんまラジオとかでペコーラはやったことないペコだけど、うんうん、すごい楽しかったなと思いました。はいありがとう。はい、ありがとう。はい。じゃ、ここで。 うん。告知をします。はーい。はい。今みんなが遊んでくれているゲーム、メガトンキ武蔵ムサシクロスでは、機体のボディ、はい、腕、足、武器、それぞれにデカールというステッカーを貼ることができます。はい。なんと今なら、コーネたちのコラボデカールをゲットすることができます。うさだぺこな、犬神コ,コロネ、大空すばる、 宝章マリンのデカールはお届け物に届いているので、うんうん、メインメニューの連動アイコンからぜひ入手してみてくださいね。みんなもデカールを使って個性あふれる機体を作ってほしいぺこーはい。それでは、そろそろお別れのお時間となりました。美味、えー、しいぺこー。で、ね、しいね。でも終わります。<laughs> 次回も二人で番組をお届けしますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。というわけで、お相手はウサラぺこらと、稲上コーニーでした。またねー